時はフロッピーディスクというのにあのパソコン入ってたんですけど、はい、フロッピーディスクがいかに少ないかがいいゲームだったんです。っていうのはデータを圧縮する技術がある、はい、そのまま例えばグラフィックを、うん、そのまま入れちゃうとフロッピーディスクが何枚もかかっちゃう。それはこのデータを圧縮して小さくしてフロッピーディスクに入れるプログラムテクニックがない。でゲームの評価のかなり部分がプログラムテクニックを褒めたたえるってことなんだよ。でしかもそれはそのプログラムテクニックを褒めるぐらい俺はプログラムが分かってるぜっていう自己顕示の世界だったんですけど、三本これ抜いたドロッタみたいな要素付いてに最初はあのこう孵化させた稚魚を放してそれがある程度の大きさになるまでそこで育つんですよ。でそれを回収しなきゃいけないんでポンプで水を抜いてドロタの中に入っていってその角を総出で網で回収したやつをもうポリパケットに入れたやつをわーっと運んだりとか結構大変だった。そんなことはしてます。1000年の恋と10万円の恋の区別がつかないので趣味性の高い世界なんで別に錦鯉に興味のない人が継ぐわけにはいかないんで、はい、すみません、お邪魔しまして。はい、はい。はい。この人がここのヌーチみたいなの。この鳥が取られが、行っちゃったの。まあいい、この人。ありがとうございます。猫のヌーチならん？犬カットならん？猫が。猫が好き。犬はね、やっぱ散歩させてあげないけんだけん、なかなか時間が取れんで。あ、そんな忙しいだね。猫ちゃんがいるんだって。猫ちゃん、ついていかれて。どうもお邪魔しました。トップを狙ってアニメを作ったんですよ。オリジナルの OVA で。で、それの2番の社内試写を見てたら、もう第2話で、この路線だったら俺は庵野よりも前に行くことはないなと思ったわけですよ。で、まあ僕とか山川君はもう彼がすごい天才だってことは知ってるけど、その世にまだ出てなかったんですよ。で、昔の学生時代に同じ下宿で同じ屋根の下でやってたわけですよ。で、こいつすごいのに世の中の人はこいつの凄さを知らないんだ。まだ当時可愛い女の子の絵を描いていた俺の方が世には知られてたわけですよ。でもまあトップを狙いで初めて彼が監督をして、あ、彼の作る世界ってあるなって、まあ脚本の山脇の脚本のあれもあったんだけど、アンドの作る世界っていうのはすごい、これは好きな人ってガッチリ噛むよねって言った時に、何しよう、まあ、なんで食っていこうかなと思ったわけです、はい、その時にふっとパソコンでゲームとかやってるやつってアニメ好きなやつとタイプが同じだなということを発見したわけですよ。で、当時の社長の岡田さんに気がついたけど、アニメが好きなオタクとゲーム好きなやつって同じ人種ですよ、彼らは僕らのお客さんですよ。最初岡田さん信じてくれなかった。パソコン好きなやつは透かしてる理系だと、はい、でもうそれでじゃあゲームやろうかっていうことになって、でだからゲーム作るにしてもそのゲームなんか作ったこともないなかったんですね。その頃言ってたのが、ここはオーストラリア大陸だ、岡田さんゲーム、あ、そうだ、岡田さんの説得の時にゲーム業界はオーストラリア大陸ですよって話をした。なんだそれはと、アフリカ、僕ら今アフリカ大陸にいると、アニメ業界はね、もうちょっと何だろう、絵が上手だとかかっこいいアニメが作れるっていうのは実はいっぱいいる、まあ、僕ら確かにそのままプロだけど、そういう人はすごいやつがいっぱいいる。僕らはまあアフリカではちょい弱めの肉食獣ぐらいだと、まあ、リカオンとかジャッカルとかライオンとかハイエナが来たらピューって逃げなきゃいけないんだけど、オーストラリアに行くと
オーストラリアの生態系の頂点には何がいるか知ってますか？ディンゴって言うんですよ。ディンゴっては何かっていう と、ね、野生化した犬なんですよ。これ強いかもしれないけど土佐犬の方が強いなみたいな。で、パソコンゲームの世界はアニメとか本当は好きなんだろうけど、そういうことが分かる人がいないので、いや僕らアフリカ大陸のなんか二流肉食獣が行っても天下を取れるぞ。おばちゃんいくつ？年寄りな。うん。年寄りなということは。帰ってから計算しなさい。まだ計算は負けんよ。僕岡田さんと付き合ってて一つ良かったなと思うのは、その帰ってきたウルトラマンってアンナが変身するやつを、はいはいはい、夏休みの間にもともとの、ね、コンセプトが来年に SF 大会をやるから、そのための宣伝用でになんかいろんな映像を作って、東京の SF 大会で上映して盛り上げようっていう目的のものなんで、そんなすごいものを作る必要ないのに、当時 そのアマチュアの特撮のレベルのもっと高い、ちょっと高いやつぐらいで作ればいいと思って作って、最初に何カットか作ったら岡田さんがこれじゃあかんって始めてかなりちゃんとアマチュアの特撮としてはかなりいい線いってたのに、岡田さんがこれじゃあかん、何がダメなんですか、これじゃこれだとスピルバーグに勝たれへんっていつからスピルバーグに勝つっていう話が出てきたんだろう、俺初めて聞いたんだけど、わかんない、これはこれスピルバーグに勝つんですねって。で、そのね、で、ちょっと考えて、その、岡田さんが言ってる意味を。つまり、僕がと最初撮ったやつは、アマチュアの特撮っぽかったね。だから、つぶらやプロとか実際やってるやつよりちょっと落ちるぐらいの感じだったわけ。これだとちょっとダメだっていう意味なんでやって、直球でつぶらやプロと勝負したって、アマチュアの大学生が撮ったっていうのは勝てるわけないから、それはちょっとハリウッドっぽい絵作りにしようっていうことなんだっていうふうに解釈して、でその頃ハリウッドで流行っていたその逆光でハレーションが入って画面がなんか青っぽいっていうふうに変えたら、岡田さんはこれやって言ってたんで、あ、そういうことか。すごいのは、他人は全部実名なのに本人は違うキャラクター。じゃあ島本君が、ん？いや、同期っていうか敵だったよねって言ったら、で、俺と山川は、え、嘘、友達じゃなかったのって言って、いや、違うよ、もう今日ライバルだったよって言って、僕らは全くそんな気持ちなかったわけです。で、島本君はすごい対抗心を持ってたけど、まあ、僕もこの時あんのはいなかったのかな、まあ、山川や僕は全然そんな気はなかったっていうのに痛くショックを受けていて、いかにこの大学に入ってどうやってこれから社会に出て食っていくかっていうことが課題なんで、学校内での競争に興味なかったんですよ。ああ、なるほどなるほど。だから競争相手とは見なしてなくて、っていうかむしろまるで自分の方が負けてるみたいなことを言ってるけど、はい、彼が一番一抜けして、はい、デビュー決まって、で少年サンデーっていうそのね小学館っていう大手でデビューしてるわけだから、彼勝ち組なんですよ。まさかこのライバル視されてると夢にも思わないわけ。はいはいはい。でそれが面白いねって、そのギャップが、うん、で山田君がね、そのいやそれ面白い、それ漫画にしなよって話したこと言って、あそうだなとかって言ってあれ書いたんだから、やっぱ島本はプロだなと。まあ、今のアニメーションの世界には、まあ、まあ僕は居場所はない、うん、お呼びじゃない。で若くてもっとね、この今の市場にマッチしたピチピチの人ではいるわけですよ。まあ、そうするとじゃあ自分の需要ってどこなのって探していかなきゃいけないわけで。まあ、その意味では、まあ、なんだろう、生きれる場所を探してるわけです。